戦う救急アニメスエボジョレ第1話心臓突然死って何。日本では毎年約6万人が心臓突然死で亡くなっています。実は学校でも毎年50人ほどが亡くなっており、学校で救命処置を教えることが救命率の向上に必要だと言われています。毎年6万人って多いね。学校でも毎年50人って、心臓マッサージとか知ってたら助けられたかもしれないわね。でも僕なんかやり方わからないしな。目の前で倒れちゃったらどうしていいかわかんないよ。 AED っていうのもあるけど、どうやって使うか知らないわね。何を言っているのだ二人とも。少しの勇気で救える命があるのだぞ。はい。すみません。では僕が心臓が止まってしまった人への救命処置について一から説明しよう。心臓は一日約10万回も休まず動き続けて、全身に酸素や栄養を送り続けます。一生だとなんと40億回以上も動くのだ。心臓は胸の真ん中にある胸骨という平らな骨の下にあります。胸の真ん中にある硬くて平たい骨が胸骨です。自分の胸で確認してみて。その下に心臓があるのだよ。左側にある気がするけど、本当はほとんど胸の真ん中。手を当てるとなんとなく動いてるのがわかるな。首や手首で脈を見てみよう。心臓が血液を送り出しているのを感じることができるよ。一緒にやってみよう。心停止って言って、心臓が止まるとすぐに意識がなくなって脳や内臓が壊れて死んでしまう。ボブが言ってたように、日本では心臓突然死で毎年約6万人も亡くなっているから、突然誰に起きてもどこで起きてもおかしくないのだよ。もちろん学校でもね。みんなが心臓マッサージをすることで助かる人が2倍も増えるんだって。突然死で家族を突然失った方たちのメッセージです。2004年5月、17歳の息子は私たちにたくさんの思い出を残し旅立っていきました。それから後、心肺蘇生の大切さ、 AED の必要性を学び、自分たちにも救える命があることを知りました。そして同時に息子の命は救える命だったと知りました。少しの知識、そして一歩踏み出す勇気で、大切な命を明日につなげることができるのです。多くの人が心肺蘇生法を学び、 AED を知ることで救命の心の根付いた社会が来ることを願っています。こんな悲しいことをちょっとでも減らすために、みんなも倒れた人がいたらまず勇気を出して声をかけてあげるのだ。心臓突然死についてわかったかな？はい。プッシュプロジェクトからのメッセージです。Don't be afraid. Just do it. 一番の失敗は何もしないこと。勇気を持って倒れた人に近づいて声をかけよう。救急アニメスクエボジョレーには、講習会用に一時停止マークや電気ショック適用がない場合の対応、復習プログラムの入った DVD 版もあります。詳しくはこちらから。続く。